最近、米英両国の軍艦が西太平洋付近を航行しました。派遣された両国の軍艦は数百発の巡航ミサイルを搭載し、各国の海軍を上回る火力を誇っています。アメリカとイギリスの軍艦が日本の沖縄周辺に集結しました。集結したアメリカとイギリスの軍艦は、ここ数年で最も強力に編成された艦隊だとされています。 中国から近い海域への艦隊派遣において、米英が何を念頭に置いているかは明白だと捉えられています。近年、中国共産党政権は、主に台湾に対して軍事的な圧力を強めています。米英の動きは、台湾有事の際に、強力な対応が必要になるという警告を発し、中共政権を牽制しているものとみられます。 これは中国に対する警告信号を発しているのです。インド太平洋地域における米国の軍事展開や軍事力は侮ることなどできません。派遣された空母は、強襲揚陸艦アメリカ、イギリス海軍最新鋭空母クイーン・エリザベス、原子力空母カール・ビンソンの3隻です。中共軍の元従業員が NTD に語ったところによると、 軍事衝突が発生した場合中共政権はアメリカに勝つことはできないと述べていますなぜアメリカは西太平洋につまり中共の門前にこれほど大きな戦力を置いたのでしょうか一種の戦略的抑止力だと思いますアメリカは強い軍事力を示し中共をおとなしくさせるのが目的ですが実際に戦いが始まった場合この力は非常に強く恐ろしいものです 中京は対抗することができないでしょう米英の軍艦が集結したのは共同海上作戦の一環であり共同訓練を行うためです共同訓練には日本の自衛隊とオランダ軍も参加しました各空母にはおよそ数十機の最新鋭戦闘機が搭載されています空母3隻に搭載されている航空機は計80機近くに達します 空母のほか、数百発の対地攻撃を巡航ミサイルが搭載された護衛艦や潜水艦が派遣されました。これらの空母と護衛艦は、各国が保有する海軍の火力を上回っています。一方、中共が現在保有している空母の数は2隻です。NTD ジャパンがお伝えしました。